というわけで、はい、はい、お届けさんです。よろしくお願いします。もう声も枯れてしまってますけども、じゃあ最初ひろゆきさんお願いします。はい、というわけでひろゆきです。ですね、多分日本をこうしたいみたいな話を皆さん高校生の方されてたと思うんですけども、基本的に1年生議員が政策を実現することはほぼできません。で、まあ自民党の人だったらまだなんとかなんかしませんけど、今回自民党の人はいませんということで、できることっていうのは国会で政権に対して質問をすることなんですよね。なので政権に対して、じゃあ与党 の、 その自民党公明党どう考えてるんですかっていうところの議論を交わすという能力がある人が日本を変えられる可能性があると。でもそうするとやっぱ討論会出れない人に入れちゃダメでしょっていうのがあるので、口の上手い人に入れた方がいいよねっていうのと、じゃあどういう人が国会議員になった方がいいのか。で、高徳の人たちって今まで投票した人みんな犯罪者だったじゃないですか。もうちょっとなんかこの人に入れたおかげでこういう人が政治家になれたよっていう、自分たちの子供たち、その息子さん娘さんに言えるとしたら、じゃあ自分のパンツも自分で脱げなくてうんこも吹けないような人でも国会議員になれるんだよっていう夢を与えられる人の方が、僕はなんか子供たちにとってはいいんじゃないかなと思ってますけども、じゃあ本番どうぞ。はい、ありがとうございます。今ね、ひろゆきさんにも言っていただきました、まあ、確かに僕は他の候補者と大きな違いがあると思うんですよね、まあ、それはやっぱりこう両手両足のないこういう体で生まれてきたっていうのが、まあ、最大の違いかなと思ってます、まあ、だからそのよくね、選挙だ政治だってなると、いやどうせ誰が選ばれたって一緒でしょと、まあ、誰が、なんか政治家になったって変わんないでしょなんてよく言われるんですけど、僕の場合そんなことないかなと思ってるんですよ。やっぱりその困ってることがいっぱいあるので、いやもっとこれこうだったらいいのにとか、いやこの法律もっとこうしてよっていうことがいっぱいあるんですよね。まあ一個だけ例えで言うと、私今一人暮らしをしています。一人暮らしするといっても、もう今ひろゆきさんに言ってもらったように、まあ、自分でトイレも行けません、自分でお風呂にも入れません、喉が渇いたって言っても自分で冷蔵庫開けて飲み物を取り出すっていうのもできません。まあだから今基本的にはヘルパーさんに生活を支えてもらってるんですよ。でそれ重度訪問介護っていう制度を使ってるんですけど、ただねこの制度すごく不備があって、家で僕が休みでダラダラしている、まあ、家でネットフリックス見てるとかなら国からも含めて公的補助が下りるんですよ。でもいざ外で働く仕事をするってなると、この重度訪問介護使えなくなるんですよね。で自腹でヘルパーさん雇ってくださいっていう話になるんですけど、まあ、多くの重度障害者にとって1時間自分で働いて稼げる額よりも、1時間自分でヘルパーさんに雇う方が高くなっちゃう。つまり働けば働くほど赤字になっちゃうんですよ。そんな状態で働こうとする人ってあんま出てこないんですよね。だからなんかその働く意思も働く能力もあるのに、まあ、その制度のせいで働けないっていう障害者の人が多くいて、でこれって国が障害者の社会参画をとか言ってる割に全然そうなってない、制度が追いついてないっていうのがまあ現状なんですけど、ほとんどこういう問題って知られてないんですよ。でまあこれってやっぱり自分が当事者でこのサービス受けてるから気づけていることだし、まあ、ほんの今一例だけ言いましたけど、まあ、こういうやりたいことっていっぱいあるし、それはやっぱ他の人ではできないことだと思ってるし、そういうのは僕やっていきたいなと思ってるんですよね。まあ体を壊して働けない人だったり、今も心が病んじゃって働けない人だったり、いろんな働けなくなっちゃった人もいると。でもそういう人でも社会に参加する手段っていうのをどうやったら作れるかっていうのは割とやっぱ詳しいわけじゃないですか、はい、学校ももともと経営してるわけだし、で学校の先生もやってましたと、はい、で教育委員会になったこともあります、なのでそういういろんな知見を持ってて、でさらに当事者っていうのは珍しいんじゃないかなと。はい、どうぞ。はい、そうだから教育のことも今言ったように、そのいっぱいやりたいことあって、まあ、今言ってもらったように小学校で教員もやってました、東京都で教育委員も務めてました。そういう中でやっぱりね、今の教育、日本って国家予算に占める教育費の割合って先進国の中で最下位なんですよ。これだけ資源のない国で人育てなきゃいけない中で教育に一番お金使ってないって本当にどうしようもないと思ってるんです。でその結果何が起こってるかっていうと、教員一人当たりが子供を担当する数が先進国の中で非常に多くなってしまってる。35人とか40人見なきゃいけないってもう本当無理ゲーだと思うんですよ。そうすると先生はどうしてもほらみんな一回しか言わないからちゃんといっぺんに動いてっていう風に全員一律に動いてもらわないと授業が成り立たないんですよね。それによって結構その影響もあって不登校も増えてしまってる。今調査によっては年間30万人から50万人とも言われてる中で、僕らこれもね
公教育がこの30万人とか50万人って言われる子どもたちにほぼ何もできてないっていうのがすごく気になっていて、まあ、結局今 N 校が頑張ってくれてたり、フリースクールがいろいろ頑張ってくれてたりってありますけど、基本的には民間がやってくれてることなんですよ。だから民間がやってるからこそ、私のお金もかかる。だから家が経済的に余裕がある家だったら、あ、じゃあいいよ、 N 校行きなよ、フリースクール行きなよってできるけど、学校にも馴染めなかった、家にもお金なかったっていうと、今そういう子たちも全く学ぶ環境が保障されていないんですよね。いや、公教育って言ってるのに、もう学校に馴染める子のためにしか勉強できる環境を用意できてないって、僕はそれ公教育じゃないと思っていて、だからそういったところも含めてね、なんかこう僕のやりたいこと、やらなきゃいけないことっていうのは、主には健常者がたくさんいます、人数的に多くを占めてます。でもまあ体の動かない人、耳が聞こえない人、メンタル病んでる人、まあ、いろいろいる。そういうなんかこう想定されてない人たちでも生きやすい社会にしたいとか、教育も基本的には学校に行ける人っていうのが想定されていて、その人たちのための政策っていうのはいろいろあるんだけれども、学校に行くことができない人っていう、その人たちのための教育環境ってやっぱり用意されてなかったり、だからそのメインから外れた人、メインから想定されてなかった人のために僕はいろいろやっていきたいなと思ってて、さっきもひろゆきさん言ってくれたように、なんかこう今まで逮捕されてきた人間2人続いてるよねとか、誰がやっても一緒だよねって一般の人が言ってたりとか、そういう中で言えば僕自身がやることで変わることはいっぱいある。もちろんその外交安全保障とかエネルギーとか憲法とか、これまで散々国会で語られてきたようなこと、これは僕が700分の1になったところでそんな大きくは変えられることないですよ。でも今お話ししてきたような、こういう人たち想定されてなかったよねっていう人たちのための政策、これはやっぱり僕が国会に行くことで大きく動かせることあると思うし、ああなるほど、今までそれ国会で話せてなかったよねっていうことが僕は言えるかなと思ってます。まあ、政治家はやっぱその強者がなっちゃうので、弱者の気持ちはやっぱ分からんのですよ。なので、まあ、実際強者には見えるんだけど持ってるしね。ただそこでも身体的な弱者の人が、本当はこういう弱者が世の中にいっぱいいますよっていうのが、身体じゃなくてもその精神の人もいるしっていうところで、そこのいろんな人がいるというのをもうちょっと国会の人たちが意識できるようにできるのはやっぱ小田武さんかなと思うんですけど、はい、まあ、そういった意味で、僕にしかできないことって絶対あると思ってるし、まあ、他の候補者ではできないこと絶対あると思ってるので、ぜひとも応援していただきたいなというふうに思いますし、僕大暴れしたいなと思ってます。国会で自分が何を質問するのか、ああ音だけだからこういう視点が出てくるんだねっていうことをガンガンぶつけていきたいと思ってますんで、ぜひ応援してください。正しい方向で暴れてください。はい、ありがとうございます。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。